韓国の皆さん、アニオハセヨー。あ、さっデイジーストリッパーイムニダ。デイジースリッパーイムニダ。イムニダ。今日はですね、韓国の皆さんから質問が、たくさん来てるということなので、日本語で答えていきたいと思います。ちょっといっぱい来てるんでね、読んでいきますよ。はるめこむさんから来た質問です。韓国で絶対食べたい料理ベスト3。はい、うん、ベスト3。はい、どうしよう。僕3つ言うとしたら、うん、うん、そうだね、メンバーで一番韓国好きな僕が答えると、代表して答えるとするなら一応聞いたことないするならね、トッポギまず3位。3位トッポギ、3位トッポギね、はいはい、辛くない辛いよりはそもそも辛いのはそもそも好きなんだっけ。僕苦手なんだから。どちらかというと得意ですね。あ、得意なんだ。得意です。あ、でもだ、あえて韓国だから、うん、逆に、うん、辛くないの食べてみたいなって思って。いや、まあまあ、トッポギね、はい、辛くないトッポギ、はい、はい、芋それおばさんねはい、第2位。今ね、はい、私は今まで韓国のこといろいろ調べて、うん、カラの人の趣味とか好きな食べ物とか考えたけど、うん、カラのカラの人の好きな食べ物とかいろいろシャイニーとか、はあはあ、みんなどんなの食べてんかなみたいな、うんうん、雑誌で調べたりした結果、うん、韓国の焼肉が食べたい。韓国の焼肉ってね、鉄板が斜めに、へえ、で角っちょがこう、なんていうの、ビリヤード台をちょっともうこうしたみたいな。ビリヤード台、今絵が出てるそこに油が落ちるってことだね。落ちて、そこだけ下だけこう溜まるっていうか落ちるようになって、はい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 、そこでね、豚バラ食べたい辛くない豚バラが食べたい辛くない豚バラ。山中に巻いてね。そう、はい、いいですね、いいですね。え、じゃあ第1位は。1位はね、じゃあ意外とこれ前から思ってましたよ、うん、僕は。ドゥドゥン、あのね、タコ、タコ、生きたタコを食べたい。なんか生きたタコ、踊り食いっていうか、タコをウニョウニョするやつか。そうです、口の中で切って、切ったやつでもすげえもう出来たてで動いてて、うん、それそれがね、どうしても食べたい。辛みは抑えてなるべく食べたいですね。それはね、本当にコーディネーターさんに連れて行っていただいて食べたいぐらい、これは最も願ってます。はい、いいと思う。はい、辛いの苦手ってことでいいのかな。辛いのは好きです俺韓国一番詳しいし、補充せよ。はい、次行きます。コクーンさんかな、これは。好きな芸能人、韓国韓流芸能人はいますか。いない場合には知ってる韓流芸能人でも教えてください。これ僕いいですかね。はい、僕はあの男の人だったらチャン・グンソクさんはイケメンだなと思うんだけど、たまにね、雑誌とかテレビでチャン・グンソクさん、ね、出てくるとリーダーに似てるなって思う時は結構あるんですよね。今多分ここ の首だけチャン・グンソクさんに すげえすり替わってる映像になってると思いますけど、コラージュして、おー、におはせよーってこう言いたくなる。あ、たまにこの顔見て、うん、におはせよーって、はい、あのマッコリの CM なんだっけ。あ、そうそうそう、マッコリの CM やってるんですよ、日本でね、まあ、一緒なら怖くないよ。一緒に飲んだら怖くないよ。それ、まあ、俺の目を見て言われてもね一緒なら怖くない。あと女の人だったら普通にカラーをさっき奈緒ちゃんもちょっと言ってたんですけど、カラーは好きですね。あんまりね、僕もそんなに詳しくないんで、うん、やっぱヒップダンスいいですよね。じゃあちょっと今から、うん、5人のヒップダンスをね、うん、まあ俺たちなりな感じなんですけどね。じゃあリズムかさみさんお願いしていいですか。
そうだね、はい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 、はい、続いての質問、いきます。リンダさん、リンダさんより来てます。レディストリッパーの曲の中で一番愛情を持っている曲は何ですか。うん、一番って言われると難しいんだけど、ね、じゃあ一番多く作曲してる風見。そうね、一番はまあむずいけど、まあ、難しいね。もういいけど、キスユーとかね、ニュ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 殺されんだ殺せよ。あのキスユーなんかはライブでね、みんなで歌うとこあるじゃないですか。はあ、うん、みんなでガーってコーラスして歌える、みんなで歌える曲だから、うん、なんか韓国でやる時とかもこれみんなにもう覚えといてもらって、はいはい、前ってね、でライブで大合唱したいなって思う。台湾でね、去年ワンマンした時も台湾のファンの子がみんな日本語で合唱してくれて、それやっぱすごい感動したんで、うん、それそうですね、うん、また韓国で味わえたらいいね、嬉しいね、うん、ですかね。なるほど、うん、はい、お次いきますよ。おい、まゆみさん、まゆみさんから来てます。私の娘もしくは息子がお父さん私バンドやりたいって言ったらどうしますか。あ、つまりあれだね、俺たちに子供ができた、できてその子供がバンドやりたいって言ったらどうする？レイちゃん。はい。これはですね、夢は見るためにあるんじゃないですよ。叶えるためにあるんですよ。だからその子供のね、あれなんだろうな、こう夢への気持ちを、あれ背中を押してあげるのも親心だな。だから、まあ、俺自身もこうバンドやってて、やっぱ親にも今感謝してるし。ってなるとこう親とこの絆もまた生まれるだと思うんで、うん、ぜひぜひ背中を押してあげてくださいということで、うん、絶望のフリージャー聞いてください。背中を押してください。背中を押してあげてくださいってことで、バンドやりたいって言ったら、うん、じゃあもう全然超 親としては、うん、全然プッシュする。そういうこと。楽器とかガンガン買っちゃう。そう、そういうこと。ギターなんて、いやいや不良だとか言われて、まずね、こうやりたいことをやらせてあげて。あ、それは大事だよね。うん、そう、最初は鼻からこうやって教室に良くないから。だからやりたいことやって、いろいろ経験して挫折することも経験だし、ただ後悔だけはするなよ。そういうことです。人生の経験はいっぱいしろと。なんかさ、よくさ、ほら自分がやってる仕事と同じ仕事にはつかせたくないってね、親は言うじゃないですか。そうだね。でも別にビジュアル系でもいい。もうやりたいことはまだやらせて、いろいろと経験することも勉強で。息子がビジュアル系になりたいって言ったら、おっしゃ、じゃあ俺がいいファンデーション教えてやるよ。まず化粧水の下地から。下地から。でもただ息子が諦めたいって言った時は怒るよ、それは。筋が違うじゃんって話ね。そうだな、まあ芯はなってるんだろうな。うちの親が芯を通してやってるわけだから。そうだね。諦めるなよってことです。そういうこと。諦めたらそこで試合終了ですからね。うん、安藤先生。はい。はい、次の質問いきます。これは9次元、9次元さんから、はい、自分以外のメンバーが全員水に溺れてしまいました。はい。1人だけ救えるならば誰を救いますか。お、全員溺れちゃったって、自分以外。目の前で4人溺れてます。はい。1人だけ救うなら誰救いましょう。リーダー、なおちゃん。おお。みんなはもうね、いや重いよこの空気、うん、重いよ。いやいや、3人殺したことない。あの、ね、まあまあ、でもなおちゃんの理由は、まあそうだね、なおちゃんの理由、なおちゃん泳げないから。おー、なるほど。水嫌いだし、かわいそうじゃん。水嫌いだろ。また嫌いだ。確か1日2リットルくらい飲んでんじゃん。まあ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 、嫌いの難しい、いろんな嫌いがあってね、思います。そうなんですけど、いやいや、まあでも実際だったら自分も飛び込みます。はい、ぐるぐる変え、みんながみんなが溺れてたルール変えたらなし。俺もルール変えたらなし。いやいやいや、いや、でもルールがあっても、でもルールなんか破ってなんぼじゃないですか。俺リーダーですよ。みんな溺れてんのに俺すごく助かるの。そんなんできませんよ。じゃあ、なおちゃんを助け、なおちゃんを助けて自分は溺れるってこと。いや、じゃあなおちゃんも助けないで、もう4人溺れてたら俺も
飛び込む、その海に。でも4人吸って上がるよ、そしたら。お疲れしたー。お疲れした。あ、ほら、足つくな。足つく。ちゃばし。ほんと。そうですよ。ね。仲いいメンバーで嬉しいです。はい。そんなね、デジストリッパーですよ。うん。韓国でのなんと初のワンマンライブ、しかも 2days 決まってます。これ場所はどこになりますか、リーダー？ソウル電電電子サロン電電子サロン、ソウル電子ソウル市内の電子サロンですね。はい、はい、これ日付はいつになりますか、リーダー？8月の25日と26日。はいはい、2日間ですね。2日間。なぜ初なのに 2days なのかという、まあ、無謀な、ね、一見無謀な気がするんですけど、これちゃんと理由があってですね、1日目っていうのは俺たちが結成からまあ大体真ん中ぐらいまで、ね、今年5周年なんですけども、まず真ん中ぐらいまでに出した曲を中心に、そして2日目っていうのはこの真ん中から最新の曲までを中心に、でこう前半こう前期後期って感じでこう分けてね、コンセプチュアルなワンマンにしてやろうと思ってるん で、まあ、せっかくなんでもしよければ2日とも来ていただいて、まあ、2個見でね完結するワンマンかなと、はい、思ってるんですけども、曲多いしね、曲多いからね、うん、俺だね、うん、まあ、いっぱい聴いて、置いてほしいなっていうところですかね。はい、じゃあ逃がせ、韓国の皆様に。よし、日本語でいいんでね、 顔だけちょっと韓流な感じで。一緒なら怖くないよ、デジストリッパーでした。バイバイ。